こんにちは、ジニーでーす。ユスターでーす。秘密警察24時、お送りしまーす。今週の予想してくれるのは誰かな？今週は千葉記者を連れてきました。はい、ということで今週も千葉さん、よろしくお願いしまーす。はい。今週も。はい。今週は、なんといっても3歳の注目の重賞ですね、はい、木更津賞。はい。もう結構、登録の段階で、頭数が絞られたんですが、ちょっと寂しいですねこれ。はい。まあ結構な有力馬が集まってますからね、はい、今回。はい。まあその中でも注目はポルトドートビユにしました。ちょっと言いづらいんですよねこの馬。はい。かもしれないですね。僕いつも舌噛んじゃうんですけど。はい、はい、まあ言わずと知れた血統馬ですね。はい。祖母がエアグルーヴで、その娘ポルトフィーノの2ディープインパクトという超良血なんですが、はい、まあ、今回まあこのレース消去法で3頭に絞られました。はい、おもう3連単的中。はい。あ、いや、まあ一応今回は 1,2 着という点 で、 あ、そうですか。3着は結構人気薄が来る可能性あるレースなんですけども、はい、まあまず注目度で言えば、まあ、アッシュゴールド、はい、こちらまあ前走が朝日杯8着だったんですけども、はい、まあ過去10年でG1 から来た馬はいないので、ええ、まあ、ちょっとアッシュゴールドは良くても3着まで。オルフェの弟、はい、3着まで。と、こちら、はい、レガッタはスイープ闘将の子供なんですけども、はい、こちらが前走新馬戦1着なんですが、はい、まあ、新馬勝ちからも過去10年は連帯馬が出ていないので、まあ、ちょっとこの今回は。なるほど。はい。で、こちらルージュバックも注目なんですけども、はい、こちらやっぱ牝馬という点が。そうですよ、はい、ね、50人以上優勝馬いないんですよ、はい、僕も調べちゃいましたけど、はいはい、なのでこの馬もちょっとまあ連帯馬という連帯という点では、まあ、ちょっと消しということで、はい、まあ、他まあ注目馬の中ではまあこちらまずポルトドートビーなんですが、はい、こちら前走500万下特別で1着と、はい、まあ、理想を言えば前走500万下だった馬は2番人気以内、うん、で5着以内という点なんですね、はい、でこのままは前走が2番人気以内2番人気で、はい、まあ、条件に合致しますし、しかも1着、まあ、もう、まあ、ここでも通用すると思われる快勝ぶりでしたから、はい、まあ、ここも勝ち負けが期待できる。でもう1頭この500万下特別で5着以内そして2番人気以内という条件を満たしているのがグリュイエール、はい、もう一頭 の、 その候補に上がっているのがネオスターダムは前走が未勝利で1着と、はい、まあ、これも条件的にはデータでは消えない馬なの で、はい、でこの3頭の中で序列をどうするかという点なんですが、はい、まあ、近4年連続で父か母の父ノーザンダンサー系の馬が連帯をしていたことから、うん、まあ、こちら、まあ、グリューイエールはディープインパクトサンデーサイレンス系に母の血がキングカメハメハで、はい、ミスタープロスペクター系、はい、でこちらネオスターダムもお父さんがネオユニバースで父サンデーサイレンス系で母の血がミスプロ系のエンドスイープ、はい、というわけでこちらポルトドートウィーは母の血が黒船とノーザンダンサー系なので、はい、まあ、この3頭の中では一番軸にふさわしいと見ました。うん、なので、まあ、この頭数ですし、はい、まあ、そこまで多分配当も高くならないので、はい、まあ、生まれんでポルトドットビューから2頭に、はい、流したいと思います。やっぱり言いづらいですね。はい、はい、まあ、ちょっとこのレースに関してはそこまで配当が望めないと思っているので、はい、この2頭ということで、はい、あ、2頭に流すということで、はい、で続いて、はい、配当という面ではこちら東京新聞杯の方が、はい、人気薄が絡みやすいレースなので、はい、まあ、こちらも、まあ、ざっくりとですが、前走が7番人気以内の6着以内という条件でバッサリ大体切れました、はい、でその中でもこのレースではノーザンダンサー系×母の父サンデーサイレンス系か、まあ、もしくは父サンデーサイレンス系か母の父ノーザンダンサー系の馬が毎年絡んでますので、はい、こちらフルーキーはお父さんがノーザンダンサー系のリダウツチョイスで母の血がサンデーサイレンス、はい、で、まあ、絶好の条件にありつつ、はい、前走が京都金杯で2番人気の4着と、まあ、データ上何も問題がない馬ですね。なるほど、まあ、こちらから
か、あと5頭に流すんですが、はいはい、まあ、1頭目がまずバンセンヌ、はい、こちらが前走準オープン勝ち、はい、でエキストラエンドは金牌、お隣のそうですね、はい、エキストラエンドは京都金牌で4番人気の2着、はい、で続いてシャイニープリンス、はい、こちらは前走が東京のオープンのマイルで2番人気の4着、はい、とあと2頭こちらマイネルメリエンダですね、はい、こちらも、まあ京都金牌組で7番人気の3着、はい、で最後の1頭リルダバル、もうこちらがまあ8歳という点で高齢でちょっと一番人気が落ち着きそうな感じなんですが、こちらがオープンで6番人気の4着と、はい、まあデータ上で消えた馬を除きルーキーから流すと、はい、はい、まあ、こちらはある程度の配当が望めると思います。はい、手堅く当てに行くなら小数頭の如月賞、はい、そして配当面の妙味を求めるなら東京新聞杯と、はい、はい、今週はね、はっきりと目的が分かれた重賞レース2つ楽しみにしたいと思います、ね、はい、ということで千葉さんありがとうございました。はい、はい、また来週、さよなら、さよなら。